くありますか？どこですか？ここは個人的に仲良くさせていただいている、はい、ワガン。ワガン。今日はこのお店で好きなだけ食べていいぞという許可を得ます。おお、そんなの言っちゃっていいのね。はい、俺日本混合チーム対大食い歴代最強チーム、おお、いいタオル、いろんなメニュー、ワガンさんのメニュー書き出してもらいます。おーい、ここ勝負、勝敗は並んでんだよ、多分イーブンぐらいで、ね、並んだんだ、並んだから8勝8敗ぐらい、8勝8敗ぐらい。さあ、ということでじゃあ早速戦っていきましょう。イーブン、大根おろしを乗せてね。素晴らしい。うわ、うまそうや。うわ、ちゃんと幸せな顔してんだ。今まで食ったことないレベルの唐揚げで、あ、プリプリかつ肉汁やばいし、そう、ジューシー。やっていきます。みんなこっち目衝撃感じる。普通にやばい、ね、やばい、ヘッドが出ました。おいしかったね。出ました。無理無理、何これ、やばいやばい、ほら、うわー、やばい。あー、名サポーター、ドレッシングは自分がかけないよね。あの名サポーターで、あそこ今日やったちげえから、もう、寿司、ね、寿司、ドレッシングかける、これに、うん、かける、はい、やけだ、取るよ。おかわりくださーい。おーい、ボタンは長も、一言いいっすか。並ぶ2番です。早すぎ。さあ、お帰りください。遅っ。おい、俺はおったって無駄だ、お前。お前、いつも俺を煽って、俺がペースを乱して、大輝が勝つ。この鉄則のルール。それに俺は今日は引っかからん。どう？バリバリだ。やばい匂い。パプリカがちょうどいい、あの飽きない香りのアクセントになる。いや、いいね。おー、めっちゃくれよ。あ、そう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 、まずです。うわ、お皆さん聞いてください、これまた違う唐揚げの味ですよ。この湯豆腐のつゆにこれ唐揚げが染み付いてるんですよ。さっきの唐揚げと全く違いします。うーん、あー、なるほど。久しぶりにやったら食レポのレベル上がってんの。揚げ豆腐と唐揚げいただきまーす、うん、あ、これもしかして柚子胡椒でございます。素晴らしい、大好き。柚子胡椒が調味料で一番好きです。俺もいいよ。よう、絶対よう、オープンさ、明治時代より遡って。ということで僕、完食でーす。シールはシール、シールもあるよ。シールも飲む。うわ、やばい、もう大盛りだぞ。オープン。いやいや、はい、もう俺こういう料理大好き。まあ、もう結婚したらこういうの作ってもらいたい。おかわりください。いや、マジで、あの、この生姜汁が俺ら多分、あの、ここの分岐点。おい、分岐点って言葉、ほんと好きなんだよ。めっちゃ有名。2年に5回ぐらい言うんだ。何言ってんの？枝分かれすぎて、桜が切って。すげえ、とろみがある。とろみやばい。そうだな。温かい味。うわ、すっげえ、全部静かになって。いや、俺は好きだよ。俺は好きだよ。反応する。こちら小島サイド、あのスペースが乱れたようです。全然すんない。おわりください。やばい、王者が来てるぞ。ほら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 、東洋大学のね、名前わかんないから、いいや。多くねっていうか、ラーメンぐらいあるやつ。本当にあいつまでチャンスカードないの。チャンスカード。なるほど。チャンスカードないの。やばいか。
うわ、うまっす。うん、うわ、マジこれ、この、うわー、きれいきれいきれい、うまそう。いただきます。メニュー、今の5メニューだったらしいということで、制覇ということで、第1戦、優勝。これまでも食えるんで、これで俺、初めてターボにリードしました。うん、確かに初めて。うわ、初勝ち越し。19戦目にして初勝ち越しです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、もう全部うまかった。うまかったね。いや、やばい、やばい、やばい。僕ちょっと仲良く撮影をいただいております、このワガンさん。そうですね、コラボイベント決定。おー、ワガンさん、はい、一日店長企画ということで、はい、11月22日に決定しました。おー、ということで内容ですけれども、はい、もちろんこのワガンさんに来ていただいたお客さんは、料理を食べれて僕たちと品の撮影や交流させていただきます。はい、料金なんですけど、はい、1000円だけ。おで、当日は何か料理を決めてくれるみたいなので、はい、料理が来ますと。で、ドリンクもついていると。なおかつオリジナルステッカーまでついている。おー、素晴らしい。ワガンさんと SD スタジオをかけるコラボっていうステッカーが当日来た人にはもらえるということなので、その日限りだから。で、オリジナルメニューもなんかもしかしたら聞いてあげるみたいな話だったんですよ。そのメニューをだから今いいアイデアないかなということで。いや、俺1個思ったんだけどさ、はい、今日食ったんだけど唐揚げマジうまかった。唐揚げ間違いない。唐揚げ間違いないじゃん。衝撃やばい。間違いないじゃん、はい、だから俺唐揚げの違う味いいかなと思って。おー、おー、唐揚げの新しい味付けの新作みたいのってできたりします？頑張ります。おー、おー、マジうまい。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 今流行りのチーズタッカルビーフはどうでしょう？おー、おー、それやばい。タッカルビ風唐揚げ、当日なんですけれども、並んだ順にワガンさんのスタッフさんが番号を配りますので、その番号を持っている方がまあ入れるんですけれども、人数制限ありますので、途中から番号なくなった方はちょっと残念ながらその日配布ができないんですけれども、その辺はご了承よろしくお願いします。ワガンさんのアプリがあるみたいなので、じゃあダウンロードすると、抽選で3名様、僕たちのサイン入りトートバッグがプレゼントされます。イエーイ。こちらの応募をアプリからダウンロードしてやってください。はい、お願いします。この後サインちゃんと書いてお店飾っていただけると思います。おお、はい、まあその日イベント来れなかった方も展望帳やりますので、はい、この辺来てる時に寄っていただけたらいいかなと思います。はい、ぜひ来てください。お願いします。はい、ということで、はい、こちらサインさせていただきました。こちらをあのこのお店飾っていただけるので、皆さんぜひ来てみてください。はい、もうステッカーもこれをもらえるみたいな。バチバチだね。いいね。よろしくお願いします。